九州大学九州大学大学院人文科学研究院大学院人文科学部文学部アドミッションセンター九州大学大学院人文科学研究院は九州大学大学院に設置される研究海外の研究組織の一つであり教員が所属する九州大学大学院人文科学部は九州大学大学院に設置される研究海外の教育組織の一つであり 大学院生が所属する。九州大学文学部は九州大学に設置される学部の一つである。九州大学文学部は1924年に九州帝国大学に設置された法文学部の学科として生まれた。1949年に法文学部から独立して文学部となり、1953年には大学院文学研究科を設置した。 2000年に大学院重点化を完了し、大学院人文科学研究院及び大学院人文科学部を設置した。人文学科のもと、哲学コース、歴史学コース、文学コース、人間科学コース及び、英語入試で選抜される国際コースが置かれている。ありがとうございます。